あれ？どうしたの？私、これから用事で出かけるんだけど、何か用かな？その日は、うん、大丈夫、空いてるよ。うん、忘れずにメモメモっと。はい、それじゃ当日待ち合わせ場所でね。ううん、私も今来たところだから全然待ってないよ。誰かを待たせるより待ってる方が好きだしね。だから気にしないで。それじゃ行こう。うん、私歌うの大好き。今日は何歌おっかな。あ、間違えて違う曲入れちゃった。ありがとう。じゃあお言葉に甘えて削除削除っと。なんかね、今日はすごく楽しかった。また誘ってね。きっとだよ。それじゃまたね。おお、いたいた。今から遊園地に行こうぜ。俺もお前と二人なんてごめんだぞ。安心しろ、ちゃんと女の子も来るからさ。それは来てからのお楽しみだ。じゃ、駅前で待ってるからな。早く来いよ。お、やっと来たな。なあ、誘ったんだけどな、面倒だからいいってさ。それじゃあ紹介する必要もないと思うけど。こんにちは、今日は一日よろしくお願いします、なんてね。どうも、声だけは有名な柳です、よろしくね。それじゃあ行こうぜ。それじゃあ中に入ろうぜ。じゃあまずはゴースト迷宮に入ろう。お前、誰と一緒がいい？なに？正気かお前！まあ、いいけど。ああ、お化け屋敷といえば、遊園地の対面なんだけど、なんでお前となんか。前のカップル、超密着してたな。ああ、羨ましい。この特技を覚えるの、これ以上実践できないよ。よし、今日は遊ぶぞ。ねえ、どこに行こっか。いいね、いっぱい取って二人で山分け。クタクタ猫さんのぬいぐるみ、取れそうで取れないな。え、本当に？うわ、
い、うまい、すごい、ありがとう。今日は本当にありがとう。最高の一日だったよ。また誘ってね。待ってるから。あのね、その、一緒に帰ろうね。